はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は AFK アリーナの動画撮ろうと思うんですが、今ね、状況としては、こんな感じでね、ベリンダさんだけ220で、他にね、200レベルが、一応4人いますと、あ、違う、3人いますという形で、神話はまだ3体かな。で、伝説プラスの2人なんだけど、ハッシーの方が、180で止まってるんですが、紫の粉があと4200ぐらい足りないっていう状態なんですが、とりあえずね、検証のやつで、1000ここでね、手に入りますという形で、1800、そしてここに600あるってことで、2240だからあと2600ぐらいね、砂が欲しいっていう状態なんですよね、今。で、でだ。ちょっと待って。イベントのね、砂の迷路ね。まだね、宝箱取り切ってないんだけど、このメインの水晶宝箱ってやつか、はもうゲットしたんだよね。トロッコ運ぶだけなら今回簡単だったので、で、それの中に、このね、占いに使うカードが入ってたので、占いね、もうやらないって思ったんだけど、砂を狙おうっていうね。あと、1600ぐらい砂が欲しいよっていう、粉が欲しいよっていう状況なので、600でしょ ?2400 だから、2600か。2600ぐらい、粉が欲しいよっていう状況なので、ちょっとね、これでね、粉でいいから来てくんないかなっていうね。この 4.5% の粉がさ、2個ぐらい来れば、2個じゃ足んないか。どのぐらい来れば足りるんだろう。まあ、とにかくね、イベントの宝箱に入ってた、タロットカードね、10枚。とりあえずね、これは他に使い道ないし、星占い一回しましょうと。で、その上でもう一回ぐらいやれば、25,000ね、砂、手に入りそうだったら、ダイヤでも追加で引くかもしれませんということでね。ちょっと星占い、やろうと思います。さあ、チケットで10連しますか。はい。さあ、行け。今回欲しいのは、紫の粉です。2個と、2時間が5個。これどう?これどうだろう?944。1800ちょい。1800ちょいだから3600か。あと1400だな。あと1400か。もっかい行けばでも届くんじゃないかな。いや、怪しいな。紫の粉もうちょっと出てくんないかな。もう一回行きましょう。さあ来い。粉来い。1個2個2個ある。あ、これ来たな。行ったんじゃないか、これなら。どうでしょう。双子は結局来なかったけどね。あ、クエストで、あ、これが、ここは粉なしか。はい、じゃあこれでどうなった?1800と900だから2700、3000、4500。あれ ?500 ぐらい足んないか、これでも。500ぐらい足んない ?944。
2700、2800はあるけど、2800だと3000、4600だから、そっか、400欲しいな、あと砂。なんかなかったっけ？ないね。うわぁ、ギリギリ足んないか。足りるかと思って動画撮り始めたんですが、足りないか。あれ、ギフトパックなんでびっくりついてんの？あー、これか。今は意味ないね。そうか、ちょっと足んないな、砂。どうしよっかな。買える砂とかなかったか？ないね。ありゃー。そうか、400って結構これでなんとかならない。これじゃなんとかならないよな。2時間分だもんな。50ぐらいしか増えないだし、増えないよね。そうか。もう1個ぐらい8時間当たってたら、足りてたんだろうけどって感じか。ちょっとこれ開けよう。あー、外れ。そっか、微妙に足んないな。動画撮る前に開けちゃったもんね。そりゃないよね。くっそー。ロリーは酒場切ってのラッキースターよ。私を信じればエリートカードをいっぱい引けるようになるわ。こっちの10連1回引いて終わりにするか。しょうがない。これも引けるからね。じゃあちょっと最後に普通の10連ガチャ引いて終わりにしますか。いけ。ここで多少このノーマルのやつの売却で砂増えるだろうけど、それだけだとやっぱダメだよね。そして当たらず、30しか増えない。そんなもんだよね。はい。で、これ何引こうか。あ、欲しいのはタシーだからベルディア引こう。ロリーは酒場切ってのラッキースターよ。ベルディアを引きましょう。エリートカードをいっぱい引けるようになるわ。さあ、こいたし。あー、ちょっと違った。まあでも、ライカはライカでいいか。そんな持ってないんだけど。最終的には。そうね。4500ぐらいいってるのか。50、50、30、80、90、89、90か。何度数えても足りない。そっか。1800、1900だもんね。1900、2000、4000。ちょっと足んないよな。どっかに砂ないかなって。あれでも80ぐらい砂入ったんだっけ。ちょっとでもこれやんのもったいないよね。
ガーン。そうですか。しょうがないか。ねえねえ、私の子守歌聞きたい？ちょっとね、今回はね、占いガチャを引いて、わーいわーい、砂を集めてね、タシーのレベルを200までね、上げたかったんですが、残念ながらね、微妙に足りませんでしたということで、ね、なんだこの動画。そっかー、足りないもんな、何度見ても。1900。900。2800。4700、300ぐらい足んないよな、やっぱり。くっそー。あれ、砂って他に手に入れる手段ないよね。しょうがないか。ちょっと待って、もう変えちゃって、一回もうすぐ使う前提で、あと240足んないんだよね。240足んないんだよね。240ぐらいなんとかならないかな。あと25回勝てば必ず砂手に入るわけじゃないからね。ちっちょー。いや、もう一個ぐらいね、出てくれればよかったんだけどね、占いのガチャで。あー、砂じゃない。さすがにこれで250ためんのきついか。まあ、やってりゃいくと思うんだけど。10ずつね。あと23回？勝てない。あー、これ微妙だな。いったか。さあ、砂くれ。おー、砂なのは嬉しい。95はきついね。95きつい。こっちは？ 58 の方行きますか。マジかー。あー、粉じゃない。そうなのかー。あれ、ちょっと待って、ワンチャン。ちょっとね、グレイゾーンにいると怖いんだよね、やられそうで。おー、砂 OK。これ20何回までもさすがにね、長くなっちゃうからできないよね、と思いながらね。いけるかな？いやー、どうしようかな。砂手に入ってるけど、順調に10ずつ増えてるけど、あといくつよ。あと200、いや、190か。190か。ちょっと待って。一回これもったいないけど。90。90。あと、あといくつ。あ、これもう一回ちょっと闘技場行こう。これで砂が落ちれば、ギリギリオッケー。行きましょう。あ、グレイブボーン二人いる。どうしよう。大丈夫かな。
いやー、こんなグダグダになるとは思わなかった。占い2回回せば粉はね、オッケーオッケー手に入るでしょうとか思ってたけど、案外だったね。はい、じゃあね、当初の目的通り多子伝説プラスを、レベルアップさせましょう。やったー、オッケー。これでね、レベル上げていけば、200で止まっちゃうんだけど、まあ、全体のレベルがね、共鳴クリスタルで上がるので、また、いろいろなところね、進められるんじゃないかなってことでね、今回はね、ちょっとこれをしたかったんですが、予想外にね、お、しかもこれ手に入るってことは、共鳴クリスタル、もう一枠解放できます。これ嬉しいね。誰入れよう。ちょっと今締めようとしたけど、誰入れるか見てからにしよっか。ちょっと待って。この人入れるか、もしくは、グレイブボーンの誰か。グレイブボーンかベルディアから一人入れたいね。双子が後回しになっちゃうんだけど。犬ではない。犬ではない。どうしようかな。このワシの人か、こっちの犬の人か、もしくは、グレイブボーンならこの人かこの人もありかなと思うんだけど、どうしようかな。この二人だとどっちがいいんだろうね。闇の自分を受け入れはしたが、屈したわけではない。こやつと少しばかり体を動かすと、こやつはどっちがいいんだろうな。ちょっと悩むけどここちょっと後でしっかり考えてからにしよっか。はい、ってことでね、今回はタシーさんをね、レベル上げるためにね、紫の粉を狙って占いガチャちょっと引いてみましたという動画でした。ってことで、まあ、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。おいしょ。